一丸の会は、旧民進党系党派の政治団体、第48回衆議院議員総選挙で落選した候補者を中心に構成される。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙で落選した、まぶ澄夫元国土交通大臣が同じく総選挙で、敗れるなどした民進系の前職、新人らを結集した。 政治団体として2018年3月28日に東京都選管に設立を届けで4月2日に正式に設立を発表した。4月19日に設立総会を開き、ま淵は次期衆院選における野党の議席を伸ばす大きな候補者の塊だと述べた。同団体は希望の党から立候補し落選した元衆議院議員らを中心に42人が 参加し月1一回程度勉強会を開くとしている。設立総会ではまぶが代表に選出されたほか、長安豊が会計責任者、宮崎武氏が事務局長に就任。また、6月19日の例会で、近藤洋介、田島一世、松木健康が副会長に、木内高種、高山里氏福島信之が事務局次長についたことが明かされている。 落選者による政治団体であるため、参加者はすべて非国会議員であったが、2019年2月に代表のまぶが、3月にメンバーの矢田川元がそれぞれ繰り上げ当選したことで、国会に議席を得た。5月には勉強会の講師として小沢一郎を招いた。9月には令和新選組代表の山本太郎を講師として招き、 翌10月には馬ぶが山本と共同で消費税の5%への減税を目指す消費税減税研究会を立ち上げることが発表された。消費税減税研究会には一丸の会のメンバーの大半が参加する見込みであると報じられ、10月30日に行われた初会合では元議員ら40人弱と国民民主党などの現職議員22人が出席した。 2020年6月2日に、マブチは野党再編のためとして、国民民主党に入党届を提出。一方、一丸の会事務局次長の福島信之は、同日に自身のフェイスブックで、マブチが特定の政党に所属したことを批判し、一丸の会の解散を求めるとともに、もし存続する場合は同会を退会する意向を示した。この一件以降、 明確な会合が行われていないことから、休止状態となっていたが、構成員の一人である、萩原人氏により会合の様子が投稿されている。一方で構成員の前川清成が、日本維新の会の奈良育く部長に就任したことから、代表のま淵と競合する形となるようにすでに会と、距離を置く者も,も出ている。2021年4月の北海道肉補欠選挙において、 副会長の松木が当選し、東海設立から初めて小選挙区で選出された国会議員となる。元衆議院議員、元参議院議員その他一丸の会が結成された2018年4月時点の参加者は42人であった。その後、2019年9月25日の毎日、新聞では参加者は約45人、10月24日の朝日新聞では、 約50人と報じられている。ありがとうございます。